球に就する夫婦が海外旅行初心者に知ってほしいおすすめの国ランキング紹介します。はい、どうも、夫婦で世界旅行をしているゼオです。スミです。このチャンネルでは一緒に一度は行ってみたいっていう場所を夫婦で巡りながら世界各国の様子をお届けしております。今日のテーマは海外旅行初心者に知ってほしいおすすめの旅行先ランキングを紹介しようと思います。これね、僕たちかれこれ世界旅行今2年続けてるんですけれども、めちゃくちゃ DM とかで質問いただくんですよ。男女ともにめっちゃ来るよね。来る。で、以前の動画で地球に一周してる夫婦がおすすめする海外旅行先ランキングっていう動画を出して結構ねバズったんですよ、いろんな方に見てもらったんですけれども、これはあくまでどっちかというと海外旅行が好きな人が見て、あ、この国いいんだっつって行くみたいな参考動画になるっていう感じだったんですけれども、今回はさらにその初心者の人、初めて海外に行くんですけれども、どこの国がおすすめですかっていう人に対しておすすめするならどの国がいいかっていうところについて回答していこうと思います。最近ね、日本でもコロナの規制とかも解除されて、よっしゃ旅行行くぞっていう人も結構今増えてきてる状況なんですけども、僕たちは逆にこの過去2年間世界旅行しまくっていろんな情報を仕入れてきたので、この僕たちの最新情報っていうのを今日ね発信していこうと思います。それで一言でおすすめの国教えてくださいって言っても、例えば自然が好きな人とか街が好きな人、川が好きな人、海が好きな人、いろいろいるじゃないですか。いろんな人がいて、一言でおすすめここですっていうのってこう難しいので、今回世界旅行している夫婦ゼオ家としてどういう基準で選んだかっていうところについてまずはお答えしていこうと思います。で、ポイントとしては3つありまして、1つ目が日本からのアクセスがいいところで、2つ目が治安がいいところ、そして3つ目が海外感を楽しめるところ、この3つで絞りました。やっぱり最初のアクセスがいいっていうところは、初心者の方って航空券買って飛行機乗って乗り継ぎってめっちゃむずいじゃないですか、飛行機乗り継ぎって電車乗り継ぎもそうですけど、初めて行く国ってめちゃくちゃ難しくなるんで、アクセスって結構大事だなと思ってるんで、日本から飛行機乗って行きやすいところっていうのをまず全部ピックアップしました。で、その次に治安がいいところ、これもすごい大事になってきて、日本ってすごい治安いいんですよ。基本的にもう世界でトップクラスでいいんですけど、海外行くとね、やっぱり日本よりどうしても治安落ちちゃう部分はあって、でただそれは逆に言うと刺激というか、非日常感みたいなところを感じられるので、ぜひ人生の体験としては少しは味わってほしいところではあるんですけど、それにしても例えば財布取られちゃったとか、本当に強盗にあったとか嫌な思いしたってなったら、それは本当に楽しくない思い出になっちゃうので、初心者の方に向けては治安がすごいいいところっていうところを選定しました。そして最後に海外感が楽しめるところっていうことで、これはせっかく海外に行くからには日本と違った刺激、その国の文化、風景、景色を楽しんでほしいということで、今回はガチで僕たちがこれまでに行った国の中でおすすめの国を選んでみました。ちなみになんですけど、今回ランキングには日本周辺の、中国、韓国、台湾、あえてここは除きました。で、これね入れちゃうとそこに関してはもう誰しも文句なしで多分おすすめに入ると思うんですよ。ですし、僕たちがわざわざ韓国いいですとかって言わなくても世の中にも無限に情報あると思うんで、今回は世界旅行している夫婦ゼオ家のおすすめとしてあえてお勧めしたい国っていうのをランキングに入れました。確かにさ、韓国、中国、台湾紹介したらさ、私たちの動画5秒で終わります。本当だ、以上でした以上でしたみたいな。さすがにそれはカムチャッカインフェルノだよねということで、前置きはこの辺りにして海外旅行初心者に知ってほしいおすすめの国ランキング紹介していこうと思います。地球2周してる夫婦がおすすめする海外初心者におすすめの旅行先ランキング、第5位、ギリシャ・アテネ。エーゲ海と地中海に囲まれた歴史と伝統の町、ギリシャ。西洋文明の発祥の地で、科学、数学、ドラマの発祥の地として栄えています。気候も1年を通して温暖で、実際に僕たちが11月に行った時も日中は暖かい日光が降り注いでいて、テラス席で美味しいギリシャ料理とワインを楽しむことができました。ヨーロッパの中だと治安も良く、物価もそこまでは高くない上に、日本からの航空券も意外と安い便が出ていることが特徴的で、まさに海外旅行初心者におすすめの国なんじゃないかなと思います。
思います。ということで第5位はギリシャアテネになります。本当ギリシャアテネってめちゃくちゃいいよね。めっちゃいい。もうねヨーロッパ調の建物もいいし、あとパルテノン神殿っていう神殿が近くにあるんですけど、うん、そこもめちゃくちゃ歴史を感じて素敵だよね。うん、あとご飯がめっちゃ美味しくて、うんうん、地中海のパスタとスバラキ、スバラキ、スバラキっていう焼き鳥みたいな、焼き鳥みたいなやつがめっちゃ美味しいんですよ。あと街の人が本当に優しくて気さくに話しかけてくれて本当にいい人ばっかりだったよね。いや本当だね。アテネはね本当にヨーロッパの中でも結構治安良くて陽気な人が多かったっていうのはめちゃくちゃ印象に残ってて、うん、ご飯もうまいし、うん、気候も気持ちいいし、うん、すごい心地いい記憶があるんですよね。あとギリシャは首都アテネも楽しいんですけども、だいたい国内線で1万円1、2時間ぐらいでサントリーニも行けるんですよ。でサントリーニといえば日本人憧れの島で、ハネムーナーとかあとは夏季休暇で行く人とかも超おすすめです。サントリーニといえばまずは白を基調とした特徴的なおしゃれな街並みと、そこで楽しむ美味しい地中海料理、本当にロマンチックで地球上でもここにしかない場所っていう感じで超おすすめです。なんかサントリーニ島ってさ、うん、エーゲ海に沈む夕日がめちゃくちゃ綺麗で、うん、私さ夕日見て感動してなんか涙出ちゃってたよね。確かに出てた確かに固まってたもん。エーゲ海の夕日ってこんなに綺麗なんだと思って夕日見て初めて涙出た確かにあと可愛い猫ちゃんが本当に多くって、なぜかゼオさん異常に好かれてて、本当に猫ちゃんが島中にいて非常に可愛い島でした。さらにこれは初心者の方向けの航空券の補足情報なんですけども、ヨーロッパって言うと大体航空券でどこも高いじゃないですか、うん、ただギリシャってシーズンによっちゃめっちゃ安い便があるんですよ。でこれはね完全に僕が個人的に見つけた中なんですけども、10月11月にギリシャに行く便の中で具体的にはシンガポールの LCC のスクートっていう便だと10月は片道3万円台の便もあるんですよ。これはかなり驚き&熱盛価格、熱盛いい失礼しました、熱盛が出てしまいました。で3万円のチケットっていう風になると、これはね預け入れ手荷物なし、要はスーツケースが預けられないっていう状態になっちゃうので、これはあんまり現実的ではないんですけども、これにスーツケース預け入れ手荷物の追加料金を入れても5万円片道5万円で行けるっていうことで、これはねかなり安くで行けるので、興味がある人はスクートのサイト10月から11月の便見てみてください。ちなみにスクートって LCC なんですけども、品質どうなのかなと思って僕もすごい気になってたんですよ。めちゃくちゃ安くていい便が多いんで、でこの前乗ってみたんですけども、あんまね嫌いじゃなかったですね。まあ正直 LCC なんでシートも結構狭いし、この映画とか見れるディスプレイとかもついてない状態なので、自分でスマホに映画とかアマプラとかネットフリックスとかをダウンロードしてエンターテインメントを確保するっていう工夫とかは必要になるんですけれども、なんか社内にめっちゃ気合いの入った CA さんがいて、もうどう見てもお客さんの数に対して CA さん足りてないのに、めっちゃ全てを全力でさばききる CA さんがすごい頑張ってくれてて、なんかそれ見てたら、あなんか魂こもってんなって思って、結構なんかそれで僕はなんか許せちゃったというか、あなんかこの LCC って客をおざなりにする感じじゃなくて、ちゃんと頑張って扱おうとはしてくれてんだっていう気合を感じてね、ぐっすり寝ることができましたなので LCC で、まあ、シートとか狭いんですけど、めちゃくちゃサービスが悪いってことは全くなかったので、全然乗る分には困らないかなと、まあ、価格の通りかなと思います。ということでギリシャの説明ですでにかなり白熱してる感じなんですけども、私たちのギリシャの愛って止まんないよね。やばい、もう今第5位全然愛が止まらないそうだね、ギリシャはねめちゃくちゃいいのでね、めちゃくちゃおすすめです。はい、それでは次、地球に一周している夫婦がおすすめする海外旅行初心者におすすめの旅行先ランキング、第4位アメリカグアム。美しいビーチと透き通る青い海、さまざまなマリンアクティビティが楽しめる日本から3時間半で行けるアメリカのリゾート、街全体がデューティーフリーとなっていて、心置きなくショッピングが楽しめるところも魅力の一つとなっています。日本からの時差も1時間ということで、僕たちは1週間ワーケーションで行ったこともあり、海外リゾートなのに国内のような感覚で行き来できる数少ない場所となっています。ということで第4位はアメリカグアムとなっております。これね、初心者の
海外旅行先っていうことでハワイをおすすめするっていうこともあると思うんですけども、うん、ハワイもすごい素敵な文化を持ってて超絶おすすめな国ではあるんですけれども、うん、今ね爆裂物価が高くなっちゃってて、うん、で少なくとも1回の旅行で 4,50 万ぐらいは絶対使うんですよ、うん、航空券も結構高いしホテルも結構高いのでどうしても節約してもそんぐらいは使っちゃうっていう感じなんですね。そういう意味で、まあ、ハワイの代わりといったらなんですけども初心者の方に行きやすいって意味でグアムがいいんじゃないかなってことで今回はランキングに入れております。で具体的に言うとハワイだと片道大体8時間ぐらいかかって往復で1人10万円ぐらい航空券するんですけどもグアムの場合は片道なんと3時間40分ぐらいで往復で4万5000円ぐらい、うん、なので時間もお金も渡航費に関してはハワイの半分ぐらい。グアムのその3時間40分でもはやもう国内旅行やんっていうぐらいすぐ行けちゃうっていう驚き&あつ森なんですけど、あつ森失礼しました、あつ森が出てしまいました。時間もお金もハワイも半分ということでまさしく初心者にマッチした国なんじゃないかってことでグアムを紹介いたしました。もう一個イージーな点がハワイとかまあアメリカ行くときってエスタっていう事前申請が必要じゃないですか、うんうん、あれしないと入国できなかったりとかも本当にあるのでしかもこの手続きも若干ややこしいので初心者の人ってそのどうやったらいいのって調べてやるのって結構めんどくさいで聞かないとやっぱ心配だし分かんないじゃないですか。なんですけどもグアムに関してはエスタって今いらないんですよ今現在。なのでここまで1個行きやすいポイントなのかなと思います。でとりあえずなのでパスポートとりあえず持って入国審査とかを体験してホテルのスタッフさんと英語で喋ってチェックインして過ごして、うん、あとはアメリカンフードを楽しんで海外の人たちとマリンアクティビティに参加するっていう感じで一通り海外旅行っぽいことを体験するグアムっていうのはそういう意味でいいんじゃないかなと思ってます。特にまあグアム行って何するかっていうと僕が個人的にめちゃくちゃ良かったのはハンバーガーめちゃくちゃうまいとこあるんですよ、うん、メスプラドスっていう、うん、もう僕超好きなハンバーガーショップがあってそこのハンバーガーとあとグアムビールっていうグアムの地ビールみたいな、うん、これも超好きなのでそのハンバーガーとグアムビール買ってとことんチルするみたいなっていうのはね僕は結構好きな過ごし方の一つかなと思います。でビーチも普通に綺麗でリゾートとしての遊びは文句なしに楽しい場所かなと思います。あのメスクラドスのハンバーガー美味しかったよね。いやめっちゃ美味しかった。もうほんと毎日のように食べててさ食べ過ぎて私お腹壊しちゃったよね。確かにだからお腹壊してさ帰りの飛行機でさ車椅子に乗ってそうもう立てないみたいな、もう辛くて立てないっつって車椅子で飛行機に初めて乗ってあれやばい。食べ過ぎて胃がびっくりして胃腸炎になっちゃったんですよ、うん、なのでもう車椅子で飛行機に乗るっていう事態があって本当ヤバタリエンでした。皆さんもグアムのハンバーガー食べ過ぎにはご注意ください、はい、それでは次地球2周している夫婦がおすすめする海外初心者におすすめの旅行先ランキング第3位香港。30年前まではイギリス領だったことから西洋文化と東洋文化が織り交ざる世界でも例を見ない独特な景観と魅力を持った街。世界の金融センターとしても知られ数多くの高層ビルと現地のローカルな雰囲気が絶妙なバランスで織り交ざり100万ドルの夜景と称される息を呑むような都会的な美しさに圧倒されることは間違いなし。現地ではヤムチャやエビワンタンなどのローカルフードや巨大なショッピングセンターでの世界有数のバーゲンシーズンを楽しめるのも香港ならではの楽しみ方の一つとなります。ということで第3位は香港になります。香港はもう建物のネオンとエネルギッシュな街の迫力に圧倒されるよね。うん、めちゃくちゃ圧倒される。僕海外行き始めて2カ国目ぐらいで香港行ったんですけども、うん、それまでは日本がねトップクラスで都会だと思ってたんですよ、うんうん、世界の中でももう香港の建物の高さって日本と比べ物にならないぐらい高くて、うん、もうめっちゃ圧倒されて日本の建物その後見たんだけどもうミニチュアみたいな本当にミニチュアだった可愛いなみたいな本当にそのぐらい建物の迫力がやばいっていうのがね、うん、香港の摩天楼の魅力になります。しかもこれ観光客の人に嬉しいのが観光地たくさんあるんですけども、うん、キュッとコンパクトな形で、うん、まあ、見ることができてアクセスだいたい電車ですぐ移動できるんですよ。
よ。東京とか、うん、まあ日本みたいに電車で移動できて、でかつタクシー使うぞっていう時も価格めちゃくちゃ安くて、だいたい数百円払えば行きたいとこだいたい行けるみたいな、まあ1000円払えばだいぶ行けるぐらいな、うん、感覚なので、まあ、日本の半額から3分の1ぐらいでタクシー乗れるっていうところもね、すごい香港いいところなんですよ。あと東洋では珍しく英語でコミュニケーション取るとこなので、うん、中国とか行ったらタクシー運転手さんとか中国語しか喋れないので、うん、もう英語で言っても伝わんないし、当然日本語で言っても伝わんないんで、香港で英語で通じるんで、日本人でも片言はなんか伝えられるじゃないですか、うんうん、まあ、ホテルとか言えるんで、英語で喋れるっていうのも香港の、まあ、イージーな点の一つかなと思います。香港はさ、やっぱり夜景が綺麗だよね。綺麗、めっちゃ綺麗、本当に綺麗。ハーバーから見ても綺麗だし、うん、あとビクトリアピークっていう山の上から見ても本当に綺麗だった、うん、あと私が香港好きなところはきらびやかな街と、さっきのこう高層ビルがいっぱい建ってるところと、ローカルな屋台がある場所があるんですけど、2つの違う顔を持ったこう街っていうのがすごい魅力的だった。あとさ、ご飯めっちゃうまくない？めっちゃうまい。私はね、ヤムチャとエビワンタンが本当に本当に好きだった。あー確かに、うん、俺はね、タンタンメン、タンタンメン、タンタンメン、あと小籠包。え、そういう発音だったっけ？そう、小籠包。小籠包とタンタンメン。香港ね、治安も結構良くて、前回行ったのが僕とスミちゃんとあとお父さんと3人で行ったんですけども、うん、旅程の中でお父さんだけもう別行動するってなって、スミちゃんと自分とお父さん海外ほぼ初めてぐらいで別行動して、お父さんだけ寺行ったんですけど、それでもね、普通に寺行って1日ぐらい回って帰ってこれてたぐらいなんで、普通にね、あの電車がちゃんとこう地図読めて、電車乗れて、カードとかで支払いとかしてできて帰るっていう、まあそういう日本とは同じような感覚さえあれば、うん、まあ英語が多少苦手でもなんとかなるかなっていう、うん、でそんぐらいね、まあ治安はすごいいい場所になります。海外旅行初心者の人によく聞かれるのは、旅行行った時って英語ってどうするんですか、うん、みたいなこと結構聞かれること多いんですけど、うんうん、僕のおすすめとしてはオンライン英会話で英語身につけるっていうのがもう度正解だと思ってて、日本人とかだとね、まあ、本とかあと文章ベースで勉強したりっていうことをすると思うんですけども、とにかくね、やっぱ海外とかで使うのって会話練習しまくって慣れちゃうっていうのが一番最短距離だと思うんですよ、うん、で僕ももともと会社員だったんで、うん、会社員時代オンライン英会話もう2年間ぐらいやって、でもう毎日毎日やってたんですけども、単語の勉強とかするよりも会話の練習しまくってたら、うん、これってなんて伝えるんやとか、会話中にあのオンライン英会話中もなるし、うん、海外行った時もなるし、うん、とかそもそも相手が何言っとるんやろっていう、うんうん、これもレッスン中もなるし旅行中もなる。こういう時にテキストで書いてくださいとか、うん、あとちょっと待ってくださいとか、うん、あ調べますとか、これの書いてくださいとか、うん、ちょっと待って僕調べますっていう英語の方が僕は大事だと思うんですよ、うん、でこれはね、文章とか本とか読んでも、うん、なかなかそれが大事ということに気づけないので、これは本当にね、会話で慣れた方がいいんじゃないかなと思ってます。やっぱね、こういうこのコミュニケーションなので、いかに正しい単語を使うかっていうよりは、言葉のキャッチボールをうまくするかどうかっていう練習がね、やっぱ結構必要だなと思うんですよ。今日はこの動画の協賛いただいたということで、ブリティッシュカウンシルさんのイングリッシュオンラインというサービスを紹介したいと思うんですけれども、このサービスはオンラインで24時間365日いつでも好きな時間に世界中の様々な講師と実際の英会話を想定したレッスンを受けることのできるオンライン英会話サービスとなっております。レッスンはマンツーマンもしくは小規模のグループで、具体的なトピックを選んで会話形式で受けることができ、形式的な英語ではなく実践的な英語を学ぶことができます。英語に自信がないという初心者の方から上級者の方まで、自分の学習スキルや目標に合わせてコースをカスタマイズすることができます。でこれね、実際に英会話レッスン大好きスミちゃんが実際受けました。いかがだったでしょうか？実際受けてめちゃくちゃ良かった。まず先生が、まあ、ネイティブの先生なんですけど、私のレベルに合わせてオンラインレッスンをしてくれるんですよ。で例えば分かんない単語って出てくるので、それはこう、この単語って何って聞いた時に、ただ言葉で説明するだけじゃなくって、オンラインのペンを出してこう絵を描きながらレクチャーしてくれるんですよ、うん、それがすっごいこう視覚的に理解しやすくって、そこが私の評価すっごい高かったポイントかなと。私はこう道を相手に伝えるレッスンだったんですけど、ちゃんとテキストがあって、そのテキスト通りにただ進めていくんじゃなくって、私のレベルに合わせて結構柔軟に内容を変えてってくれたところがすごい良かった。まあ、スミちゃんはね、うん、本当にオンライン英会話レッスンで大好きで、うん、
これまでいろんなオンライン英会話レッスン受けてきてるんですよ。そんなスビちゃんがこれはいいぞってことで、うん、実際受けてみて体験してもらったってことで、今回はもう紹介させてもらおうってことで、この動画として出させてもらってます。実際このオンラインレッスン、これこの説明だけだと英会話オンラインレッスンの良さってなかなか伝わらないと思うんだけど、今なら7日間の無料トライアル期間っていうのがあるので、いつかは英語を見つけたいっていう方は概要欄にリンクを貼っておくので試してみてください。はい、ということで、地球2周している夫婦がおすすめする海外初心者におすすめの旅行先ランキング第2位、トルコイスタンブール。親日国としても有名で18カ所に及ぶ世界遺産があり、観光地としても見どころ満載。トルコ最大の都市イスタンブールはボスポラス海峡を挟んで、世界で唯一アジアとヨーロッパにまたがっており、歴史と文化の交流点として古くからヨーロッパとアジアの架け橋として栄えてきました。またトルコの伝統料理はフランス料理、中華料理と並び世界三大料理と呼ばれ、日本でも有名なケバブの他にヨーグルトの発祥地であったり、世界一パンを食べる国であったり、様々な特色を持つトルコは文化を堪能したい人にぴったりです。ということで、海外初心者におすすめの国第2位はトルコイスタンブールとなります。まあ、トルコイスタンブールに関しては街中に綺麗なモスクがたくさんあって、でもう街全体も幻想的だし、あとは食べ物、サバサンドとかケバブとか、たくさんのハーブが効いた料理っていうのも魅力の一つです。で、特に親日国って行ったことない人はあんまりイメージしづらいと思うんですけども、本当にね、街歩いてて日本人って分かるとめっちゃ声かけられるんですよ。僕たちこの前1週間ぐらいイスタンブールの街に滞在してたんですけども、街の至るところで名前覚えられて、初日2日目ぐらいに名前覚えられて、もう3日目4日目とかには街中から声かけられるみたいな、歩いてるとはいゼオーみたいなはいみたいな。本当によくゼオさん話しかけられてたよね。そうそう、すごい話しかけられて異常に気に入られてて、そうそう、肩組んでなんか写真とかこうやって、そう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 、インスタ交換したりとか、知らん人と。本当にトルコ人って優しいよね。うん、なんか人懐っこいって感じだね、うんうんうん、本当に結構変わってるというか、ね、そうだね、まあ、まあいい意味で変わってるって感じで、うん、でイスタンブール自体もすごい素敵なんですけども、イスタンブールから首都のアンカラ行ったり、あとは気球が素敵なカッパドキアに、まあ、国内線で1時間ぐらいで行けるので、イスタンブールっていう街はハブ空港として栄えているので、うん、いろんなとこ行けるっていうのも魅力の一つかなと思います。なのでトルコ旅行行く人っていうのはカッパドキアと合わせてイスタンブールに行くっていうのもおすすめの選択肢の一つかなと思います。はい、ということで、地球2周している夫婦がおすすめする海外初心者におすすめの旅行先第1位です。第1位、シンガポールということで、第1位はアジアの多国籍の文化が入り混じる都市シンガポールとなります。これね、第1位を決めるのね、超難しかったんですよ、うん、なぜなら普段僕たちこういろんなランキング出してるじゃないですか、おすすめの国ランキング、うん、おすすめのホテルランキング、うん、第1位ってとんでもないインパクトを放つ圧倒的第1位を普段は紹介してるんですよ。もちろんシンガポールもすごいいい国なんですけども、うん、インパクトというよりは安心安全で行きやすくて、うん、さらに国内回りやすくて、ビーチとかシティ系とかいろんな多国籍の文化を体験できる、まあ、そういった魅力がぎっちり詰まったバランスのいい国っていう意味でシンガポールが1位かなってことで、今回はシンガポールを選びました。多分ね、皆さん知ってる有名な観光地っていうのもたくさんあると思うので、ここだけは僕おすすめの観光スポットも交えて紹介していこうと思います。シンガポールはアジア有数の貿易金融業が盛んな国で、中華系、マレー系、インド系の文化が入り混ざった独特な文化が魅力になっています。ご存知の方も多いとは思いますが、ゴミのポイ捨てや電車での飲食で罰金が取られるくらい秩序がしっかりとした国で、街中で見られる張り紙のノードリアンはもはやシンガポールを象徴する風物詩となっています。で、主な観光地としては超有名なマリーナベイサンズ、インフィニティプールがあるあそこですね、うん、あそこもすごいいいですし、あとは近くにマーライオンもあるので、まあ、まずはもうあそこを目指していくっていうのがおすすめのコースになります。で、さらにチャンギ空港に最近できたジュエルチャンギやガーデンズバイザベイっていうところも、国全体として住みやすい、訪れやすいっていうのを目指すために始まったクリーン&グリーンシティっていう
政策を象徴するシンガポールならではのスポットも魅力の一つです。また3つのビーチ、ユニバーサルスタジオシンガポール、水族館などを有する仙頭砂島でのマリンアクティビティも赤道直下、熱帯気候のシンガポールを代表する人気スポットとなっております。それでここからは僕絶景マニアのおすすめスポットを2つ紹介したいんですけれども、まず1つ目は5つ星ホテルのパークロイヤルコレクションピッカリングとなっております。ここはグリーンシティを代表する建物なんですけども、呼吸をする建物、再生をする空間と呼ばれていて、建物全体が植物で覆われているだけではなくて、雨水を吸収して資源として利用ができるっていうサステナブルな作りになっています。ここ最近ね、結構インスタとかで見る機会多いんですけど、うん、このグリーンの建物と、うん、その横のすごい大きい国道を一緒にこうドローンで撮るみたいなところがね、結構インスタで見るので、僕もねちょっとここは注目しているスポットとなっております。でもう一つはめっちゃマニアックなんですけど、うん、ライブラリーアットオーチャードっていう、これはねかなりマニアックすぎるかもしれないんですけど、世界旅行してると世界各国の図書館、うんうん、すごいねいろいろこうカラーというか、うん、個性がある図書館って世界中にたくさんあるんですよ、うん、不思議じゃないですか、うん、図書館って別に文化とか宗教とか違うのにどの国でもあるんですよ、うん、やっぱ人間なんで文章に残すんですよ、うん、地球上どこの国でも。このライブラリーアットオーチャードってところもすごい独特な作りをしていて、曲線上の本棚と白いおしゃれな作りが印象的な図書館なので、うん、ここもね一つね気になっている図書館の一つなんですよね。まあこの話はちょっと今回のテーマである海外旅行初心者の方向けっていうのにはちょっとマニアックすぎるんで、うん、今回もここはちょっと割愛しようと思うんですけども、割愛はるなあーい。はい、ということで今回は海外旅行初心者に知ってほしいおすすめの旅行先ランキングでした。いかがだったでしょうか。まあ、他にもねここいいぞっていうところがあったら、うん、本当にねコメントで教えてほしいです。だから僕ら本当にねちょっと回りすぎて頭もちょっと、ま、回っちゃってるんで頭も回っちゃってるんだなんか今回はね正直ちょっとこれでいいのかなみたいなところがあって、もう麻痺しちゃってるかもしれないっていうところもあるんでね、もうぜひね教えてもらいたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、いいね登録をお忘れなく、そしてゼオ家の冒険を応援してくれる方はぜひメンバー登録をお願いいたします。メンバー向けに公開している動画や過去のライブ配信などのアーカイブを見ることができるので、ぜひともゼオ家の冒険のメンバー登録で応援してもらえると非常に嬉しいです。人生は自己実現と家族孝行、強気の冒険は続く。